どうもジョンジョ TV です。画像に見えますのはね、株式会社ジーマさんがね以前出したフィギュアなんですけれども、ドラゴンボールアライズのドラゴンボール GT よりオーザルベイビーと、スーパーサイズ4の孫悟空が立体化したフィギュアなんですけれどもね、こちら皆さん手に入れましたでしょうか。ちょっとこれ僕ゲットできてないんですけれども、7月に発売されたのかな、今年の7月で価格が 27,500円、なかなかお高い。でもなんか結構皆さんの評価見たら大きくていいみたいな話をしてたと思うんですけれどもね、はい、本日はねこちらのフィギュアの、紹介ではないんですよ。9月の15日にこちらの今、立体化したノーマルカラーのフィギュアとは別にモノクロバージョン、モノクロカラーが抽選申し込み、抽選受付をするわけですよ。はい、じゃあ黒い、フィギュアがこちらになります。はい、じゃあなぜね僕がこれをわざわざ動画にしてるかと言いますとですね、こちらなんと抽選受付で、みんながみんな手に入れるわけじゃないんですよ。なんと50体限定なんですよ。このオーザルモノクロカラーが50体限定。抽選受付は9月15日のなんと17時から18時、午後の5時から6時の1時間のみなんですよ。この間だけ受付しますよと。で、なぜ僕はここまでね今テンション上がって喋ってるかというと、これ絶対今 27,500円なんですけども、当たっただけでもうその価値ありますよと。 27,500円どころじゃなくなるよと。このフィギュア世界50体しかないですからね。なのでぜひともね、皆さんにはこの抽選受付してもらって、皆さんにね当ててほしい。いや僕ももちろん参加しますよ、僕も参加しますけども、こういった情報があるよと。ジーマさんのホームページの方で9月15日の17時から受付始まるみたいなんで、ぜひとも皆さんこちら抽選やりましょう。念のためなんだけど、まずジーマさんのねホームページも概要欄に貼っておくので、あとあれよね、事前にアカウントを登録してた方がいいと思います。多分ね当日はすごい混雑して回線が混み合う可能性があるんで、先にねアカウントを準備しといて17時にジャスト入って抽選受付してもいいのかな。相当な戦いになると思うんで、はい、ぜひとも皆さんこちら手に入れましょう。これも自分の手でゲットしてちょっと開封してレビューしたいんだけどね。ということで本日はこういった、フィギュアがありますよと、抽選受付されますよと。でね、当選発表が9月18日みたいです。9月18日にジーマさんから連絡が来ると。で、連絡ない人は落選ですと。ぜひともね、ジーマさん、連絡待ってます。で、発売時期は2020年の11月頃みたいですね。はい、ということで、皆さんぜひとも参加しましょうという、動画になりました。すいません。じゃ今日はちょっと静止画になっちゃうんですけども。はい、以上、ジョジョ TV でした。ありがとう。バイバーイ。I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe.Trying to protect your soul.